石川県珠洲市清水町の角花豊さんの家は、現在我が国で唯一揚浜式塩田で塩作りを行っている家です。能登半島の外浦海岸は半盛時代から塩作りが盛んで、最盛期15万石余りが生産されていました。しかし明治以降、効率の良い入浜式製塩や化学製法に押され、衰退の一途をたどりました。昭和33年、臨時営業措置法によってついに観光目的の3軒を残して、揚浜式塩田は全面的に廃止されました。その3軒のうち2軒はしばらくして塩作りをやめ、先代の角花菊太郎氏のみが継続することとなり、平成4年その貴重な製塩技術が評価され、石川県の無形民族文化財に指定されたのです。角花家の揚浜塩田は塗浜と呼ばれ、2枚の塩田およそ100坪を粘土で厚さが15センチから20センチになるほどに塗り固めてあります。撒いた塩水が地中に逃げないようにするためです。塩作りはまず塩田の砂に筋目をつける駒ざらえという作業から始まります。表面積を大きくして風通しを良くし、早く乾燥させるためです。続いて海水を溜めて撒くための仕こけを用意し、替え桶で海から海水を運びます。塩田と海面の標高差は 3.5 メートル、およそ40メートルの距離を重さ80キロの海水を運ぶのは大変な重労働です。仕こけには替え桶14杯分、およそ430リットルの海水が入ります。次に仕こけの中に入るおちょけと呼ばれる内おけで、海水をできるだけ遠く、しかも均等に撒きます。これは相当の技術が必要で、水汲み3年、塩撒き10年と言われるほどです。また、その日の天候に合わせて
撒く海水の量を見極めるのも一種の技術です。その後、午後3時ごろまで太陽の熱で乾かします。午後3時ごろ、エブリを用いて2箇所の縫いの周りに砂を集めます。ここからの作業が最も人手を要するため、家族総出となります。縫いには竹目皿とむしろが敷いてあり、続いてその上に垂れ船を組み立てます。垂れ船は高さおよそ1メートル、幅がおよそ 1.3 メートルで、組み立て終わると湿髪と呼ばれる道具で砂を入れていきます。砂を入れ終わると、前の日の最後にろ過しておいた乾水といわれる濃度の高い海水を砂の上から注ぎ込みます。乾水は普通の海水のおよそ 1.8 倍の濃度があります。さらに縫いのそばまで運んできた仕掛けに海水を運び、それを次々と砂の上に注いでいきます。この時、ろ過が真ん中に偏らないように四隅の砂を高く盛り、すみ替えをしながら濃い乾水を得るよう注意を払います。縫いの横には掘り下げたスペースがあり、ここに乾水受けがあります。海水の4倍以上の濃度のものを密消と言い、最初はおよそ7倍濃度の密消が取れます。密消桶に受けた密消を釜屋に運びます。この間にもう一つの垂れ船作業を行います。一連の作業が終わると、塩水をまき、垂れ船を解体します。そして、湿髪で砂をまき、駒皿絵で一定にならし、再び海水をまきます。先にまく塩水は、後からまく塩水を下にろ過させないためであり、後でまく塩水は、夜の間に少しでも塩の結晶を得るためなのです。
およそ3日間の塩田作業で得られた乾水がたまると、これを煮詰める釜炊きの作業に入ります。釜屋は掘ったて柱、板壁、かやぶきでおよそ34平方メートルの四角い建物です。ほぼ中央にレンガを用いた半地下式構造の釜があり、そばにはろ過用の腰桶と乾水桶が置いてあります。釜の大きさは直径が1メートル82センチ、深さは30センチで、かつて穴水町中井で作られた鉄釜です。釜炊きの日の朝、密書を荒炊きし、午後5時ごろ塩田作業が終わりに近づく頃、かっすりで釜の付着物を取り除き、密書を腰桶を通して釜に足していきます。腰桶は下から竹の目皿、むしろ、草木灰、むしろ、骨積み、砂、むしろの層になっていて、一番上のむしろが浮かないように7、8個の団子石で押さえてあります。この工程を行うことで不純物を除去した白い塩を得ることができるのです。こうして午後10時ごろ本炊きに入ります。釜屋には熱効率を良くするため煙突がありません。暑い夏の夜、汗と煙がこもる作業は体力を要します。一晩でおよそ190キロの焚き木をくべ、時々アクを取り除きながら明け方を迎えます。午前7時ごろ、塩が結晶しだします。ここで長く炊くと塩の生産量は増しますが、にがり分のために塩が固まってしまいます。にがりは早めにすくっておきます。最後に出来上がった塩を塩かきエブリですくい上げ、いだし場に入れます。1回の釜炊きでおよそ100キロの塩ができるのです。珠洲市の揚浜式製塩に関しては、これより先、昭和44年製塩用具166点が国の重要有形民俗文化財に指定されています。また塩田に砂を船で運んだ折に歌われた砂取り節が、昭和43年に石川県の無形民俗文化財に指定されています。
りあいるばおひのやき。高花家が伝える製塩技術はこれらの指定文化財を包括した総合的なものであり、文化財としての価値は極めて高いと言えるでしょう。良いとこやっさ。おなじみにもでばやい。よいよい。あまじ男なじみ。